毎週水曜日の夜、ここ北広島市総合体育館の武道場は張り詰めた空気に包まれています。道央合気道の稽古の真っ最中です。ここ北広島道場の会員は50人余り。老いも若きも男も女もさまざまな組み合わせで稽古が始まりました。合気道は自然な体の動きを基本とする武道です。そのため特別な体格、体力を必要としないので、さまざまな組み合わせが可能なのです。会長は道場を回りながら丁寧に指導していきます。なるべく近く余計引き抜いて前に行かなきゃいけない、ね、そういうことになりますから、手はね上、するとそれほど入り身をしなくても横に開きやすくなる。ズバリ合気道の、精神というか、それは、はい、まあ、非常に難しいんですけども、よく合気道は争わない武道とか和の武道と言われます。で、まあ、武道ですから争わないっていうことにちょっと違和感を感じたりすると思うんですけども、まあ、合気道にとってはですね、争わないっていうその部分が非常に大事なことで、いわゆる、まあ、言い換えますとね、一般の他の武道とは違って、自ら攻撃をするのではなくて、まあ、争いごとをまあ、やめさせるような、まあ、そのようなまあ、いわゆるあったかい武道なんですね。まあ、一言で言うとそういうことに尽きるかなと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかすごい立派な、4級ということなんですけども、はい、これは、何年ぐらいをやられての所長なんでしょう。2年半になります。2年半、はい、始めたきっかけは何でしょう。娘がやってたものですから、一緒に娘とやりたいと思いまして始めました。じゃあ娘さんも今ここでやられてたんですか。はい、もしかして、オレンジ色の。そうでしたか、はい、そうなんだ。それでお父さんもやろうと思って。そう、習ってて楽しいところはどんなところですか。難しい技を覚えて相手倒せるとなんか身を守れるからいいなって思います。お友達、合気道やってること知ってますか。大体は知ってます。お友達は何て言ってますか。なんか恐ろしいって言ってます。どんなところが楽しいですか。なんか技をかけて相手を倒してなんかちょっと快感が味わえるかな。いろんな年代の方とお話できたり稽古できたりするところが魅力的だと思います。お二人に目標を聞きたいと思います。はい、高校3年生までに黒帯は取りたいと思っています。僕も同じで高校卒業までに黒帯取りたいです。その前に何か武道他のものはやってたりとか。フルコンタクト空手って直接打撃する空手を経験したことあります。違いはどんなもんでしょうね。そうですね、空手の場合はもう突きや蹴りで、それこそオスの精神で耐え忍んで相手をこう打ち抜く蹴り抜くっていう感じなんですけども、合気道の場合は相手の力を利用して相手とその呼吸というのか気というのか、合わせて
うまくこう導いて円の動きで、まあ、崩す制するっていうのが大きく違いの気がします。ここから崩して投げに行く。多くの人がこれだんだん稽古が熱を帯びてきました。そうじゃなくて足は相手のお尻の下、会長と組んで稽古をしているこの方、おや、どこかで見たことのある顔ですが、なんと私どもの番組で取り上げたことのある北広島の有名なケーキ屋さんのパティシエなのでした。ああ、美味しそうなケーキ。で、砂糖の量を極端に減らして、生クリームとメレンゲの甘みがちょうど調和するような感じで。普段ケーキを作られてるということで、なんか通じるものはありますか？はい、全く関係ないとは言えなくて、僕らのパティシエの仕事っていうのはもうほぼ鍛錬の世界なんですよね。で、まあ、外部から見るととても綺麗で美味しくて可愛らしく見えるんですけれど、まあ、実を言うと その中にはものすごい厳しいそのものがある。なので、まあ、こういうところで、まあ、合気道の稽古だったり武道の稽古をすることによって、まあ、精神だったりとかそういうの鍛錬 をすることによってどの道にも通用できるのかなって思ったりもします。夜が更けるまで熱心な稽古が続きます。今晩2人に黄色帯が授けられました。これからも頑張って。